アメリカ科学振興協会、アメリカ科学振興協会、アメリカ科学振興協会、アメリカンアソシエーション・フォー・ザ・アドバンスメント・オブ・サイエンス・エスは、科学者間の協力を促進し、科学的自由を守り、科学界からの情報発信を奨励し、全人類の幸福のために科学教育をサポートする組織である。世界的にも最大級の学術団体で、有名な科学雑誌、 サイエンスの出版元としてもられている。アメリカ科学振興協会は1848年9月20日、ペンシルベニア州で創設された。母体となったのはである。初代会長には組織改革に熱心だったが選ばれた。9月20日の会議で採択された最初の検証によれば、協会の目的は科学的協力体制を築くために科学界の 話し合いを促進することであった。そのため、教会は科学研究のリソースを活用して、科学の発展を促進することとなった。また、科学界の広報の役目も果たし、科学界のリソースを増強することとなった。S 設立時、会員はわずか87人だった。会員には、アメリカ海軍の海洋学者、マシュー・フォンテーン・モーリーもおり、1848年の、 最初の会議から参加していた。1848年9月22日、金曜日の午後の会議でレッドフィールドが司会を務め、マシュー・フォンテン・モーリーは、ウィンズン・カレント・チャーツと題して、完全に科学的な報告を行った。モーリーは数百の船舶の航海士が、アメリカ海軍天文台に、航海の記録を送っていると述べた。 このような協力体制はこれまでになかったと彼は述べた。しかし彼は他の科学者にもっと同時並行的な観測が必要であると指摘した。モーリーはこの作業は特定の国家や時代のためのものではないと述べた。エースの議事録はこの問題の重要性に鑑みて公開されている。キリスト教会は海軍との協力には施行しないかもしれないが、少なくとも 公開記録は、ワシントンの海軍天問題のマシューカイ・モーリーに提供されるべきであると記している。バージニア大学教授で後に、マサチューセッツ工科大学を設立した、ウィリアム・バートン・ロジャースは、マシューモーリーの風と海流の図の拡張と完成のため、ヨーロッパや他の海外の航海士の観測結果も利用できるように、する、要海軍長官に覚書を提出する作業を5つの、 委員会で行うという決議案を示した。決議は採択され、ロジャースだけでなく以下の会員が委員に任命された。ヨゼフ・ヘンリー、ワシントン、ベンジャミン・ピアース、ケンブリッジ、ジェームズ・ H ・コフィン、イーストン、スティーブン・アレクサンドル、プリンストン。モーリーは大きな成果を得て、ワシントンに帰っていった。1860年には会員数は2000以上に増大した。 しかし、歴史の波が S の継続的な成長を妨げることとなった。第一次ブルランの戦いで本格的な戦争が始まったために1861年8月にナッシュビルで定めされていた会合が無期延期され、南北戦争のアイダイスは冬眠状態となったのである。1866年の司会でニューヨークでの S の戦後初の会合が開催された。 S, S の組織改正後、再度の成長期が訪れた。S は、会員になるのに特に科学的資格を問わなかった。ただし、著名な科学者には、フェローの称号を与えている。しかし、その頃には、他の学術団体も設立され、成長は無限ではなかった。科学の様々な分野を一つの組織のもとに、統合するという S の目標は、まだ目新しかった。 当時設立された数々の学術団体は特定の研究分野に特化したものがほとんどであった。例えば1863年に設立されたアメリカ科学会は科学専門である。しかし、1863年に設立された米国科学アカデミーは S と同様の学際的組織であった。ただしなずでは会員の推薦と当人の業績を評価した上で、 会員とするかどうかを決めている。2006年に CEO に就任したは、どれだけの人々が科学と信仰の折り合いをつけているかという議論について様々な記事を出版した。彼は学校の理系カリキュラムに創造論やインテリジェントデザインといった非科学的な内容を導入することに反対している。2006年12月、気候変動についての公式見解として、 科学的な証拠は明らかである。人類の活動によって、地球規模の気候変動が起きており、それによる社会への脅威は増大しつつある。過去5年間変化の速度は早まり、気候変動の証拠が顕著になってきている。温室効果ガスを制限するなら今しかないと、発表した。2007年2月、ミャンマーでの人権侵害の証拠として、衛星画像を使用。翌年、 センターフォーサイエンスディプロマシーを発足させ、関係各国間で科学を中心とする、幅広い連携を進める、科学外交を促進することにした。S の検証は1973年1月1日に制定されたのが最新で、それによれば S は代表、管理部門、協議会、取締役会の4つで運営される。S の代表は選挙で選ばれ、 独特な3年間の任期となっている。初年は、次期社長として過ごし、2年目は、社長となり、3年目に、取締役会の、会長となる。つまり、どの時点でも、次期社長と、社長と、会長がいて、毎年順繰りに入れ替わるようになっている。代表に選ばれるのはその時点の著名な科学者である。主な歴代代表は次の通り、 S, S の日常業務を行う管理職は、取締役、財務担当、各セクションの秘書の3段階となっている。そのトップは CEO と呼ばれ、サイエンス誌の編集長を兼ねている。2013年現在の CEO はである。S には24のセクションがあり、それぞれ特定の分野を扱う。農学、人類学、天文学、大気科学、生物学、科学、地学、 教育学、工学、科学技術一般、地質学、地理学、科学史と科学哲学、テクノロジー、計算機科学、言語学、数学、医学、神経科学、薬学、物理学、心理学、科学と、人権、社会科学と政治学、科学技術の社会的影響、統計学というセクションがある。S には262の学会などが加入しており、 それを含めれば1000万人以上の会員がいることになる。中には、頂上現象を扱う団体も含まれる。協議会は、取締役会、各セクションの元会長、選ばれた代表で構成される。選ばれた代表の中には、米国科学アカデミーの代表2名と、アメリカ各地の代表が含まれる。S 社長が協議会の議長を務める。メンバーの任期は3年である。 S についての重要事項を議論する会議を毎年開催している。教会のすべての活動を調査する権限があり、新たなフェローの選出、決議案の採択、検証の改正や、最速の追加、新たなセクションの創設、地方支部設立などを決める。取締役会は、会長、社長、次期社長、選挙で選ばれた8人の理事、教会の取締役、 理事の推薦で理事になった2名で構成される。理事の推薦で理事になった2名の任期は3年、他は4年の任期となっている。取締役会には様々な権限と責任がある。協会の資金の管理、予算の決定、取締役の任命、検証改正の提案、協会の全体会合の日時と場所の決定などを行う。協会を代表して対外的に発言。 発表することもある。また、競技会と定期的にやりとりしなければならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。